セガ。カラフルパレット。初音ミク、カラフルステージ。こんにちは。ここに誰かが来るなんて珍しいな。私は初音ミク。君の名前は？こことは別の世界から来たみたいだね。ふっふっ。君の世界のことは私もよく知ってるよ。ここは世界の狭間。たくさんの思いが集まって、そしてたくさんの世界が生まれる場所だよ。世界はね、思いから生まれる不思議な場所なんだよ。思いの数だけ世界があって、姿形を変えるの。私はここでそれぞれの世界から歌が生まれるのを見守ってるんだ。うん、世界で思いの持ち主が本当の思いを見つけると、その思いから歌が生まれるの。強い思いでできてるから、だから世界の私たちも本当の思いを見つけてもらうために、世界ふっふっ、そうだよね。でもね、みんな心の奥に強い思いを持ってるんだ。もちろん君の心の中にも。ねえ、私と一緒に歌ってみない？きっと歌が私と君の心をつないでくれるはずだから。さあ、君の思いを教えて。
ありがとう。一緒に歌ってくれて。君は、みんなの思いを、そして、世界を見守りたいって、思ってくれてるんだね。ふふ、私と一緒だね。だから、この場所にも来られたのかな、ねえ。ちょうど新しい世界が、君にも聞こえる？できないけど、でもきっと思いの持ち主たちは本当の思いを見つけてくれる。世界の私たちも手伝ってくれるしね。ふふ、すぐにわかるよ。さあ、新しい歌に会いに行こう。さんはずっと憧れのミュージシャンだった。父さんみたいなパフォーマンスでたくさんのお客さんを熱狂させたいって小さい頃からなんとなく思ってて、でもあの日からそれがはっきりした夢に変わったんだ。あの伝説の夜に出会ってから。父さんのイベントいつも人気だけど、
いつもより、今まで見たどんなパフォーマンスよりもかっこいい。こんなにたくさんの人が父さんたちのパフォーマンスに圧倒されて、人がいっぱいで苦しいくらいなのにみんな盛り上がって、私ももっと熱くなりやってみたい。私もいつかやってみせる。このラッドウィーケンドを超える最高。コーヒーお待ちどうさま。それがまだなんだ。ずっと探してるけど見つからないんだよね。いい人だったんだけど、ラッドウィーケンドを超えるイベントをやりたいって話したら無理だって返されちゃって。やっぱりそうだよね。でも私絶対超えてみせるから。よし、片付けはこれで OK。 父さん、カフェタイム終わったから出かけてくる。まあ、また路上ライブか。他のミュージシャンと喧嘩するんじゃないぞ。分かってるってば。もうそんな子供じゃないのに。おう、気をつけてな。よし、マイクもバッチリだし、そろそろみんないつもありがとう。今日も思いっきり歌った。喉の調子もいい感じ。お客さんも増えてきたし。すごい、かっこいいな。路上であんな堂々と歌えるなんて。私もあんな勇気があったら。今日もみんな乗ってくれたし、最高のパフォーマンスができた気がする。でもまだまだ足りないよね。もっと練習しないといけないし、何より一緒にイベントをやってくれる相棒。いやいや、大変だけどやってやろうじゃん。私はラッドウィーケンドに負けない最高のイベントをやるんだから。何？急にスマホが光って。アンタイトル？こんな曲入れてたっけ？あ、眩しい。あれ？ここ、どこ？どこかのカフェ？でも私、何ここ？誰？すみません、私その…あ、もしかしてこのお店の子？悪いんだけど、ここがどこだか教えてくれない？変な話なんだけど、気がついたらここにいて。あの、実は私も気づいたらここに。え、あなたも？いらっしゃい、小金、アン。え、ミクちゃん？レッオー、俺たち、二人の子。いきなりのことで驚いてると思うけど、コハネちゃんとアンちゃん似合えて嬉しいわ。レン君とメイコさん？いや、おかしいでしょ。ミクたちと話せるわけないし。これって…ううん、ここは世界だよ。世界？そう、君たちの思いでできた場所。思いでできた場所？そうよ。そして世界で本当の思いを見つけたとき。そう、だから俺たちは、君たちに本当の思いを見つけてもらうために、ここにいる。本当の思い…ごめん、何言ってるのか全然わかんない。はっはっは、まあ、そうだよね。でも、今はわからなくて大丈夫だよ。そのうちきっとわかるからさ。世界のコブも、本当の思いも。本当の、そんなの私にあるのかな。やりたいことも見つからないのに。
小金はやりたいことないの？あ、その、私、そう？私？私はもちろん、伝説を。伝説？そう、中学の時に見たラッドウィーケンドってイベントを超えるって決めてるんだ。もうすっごい熱いイベントで、界隈じゃあの伝説のイベントは絶対に超えられないって言われてるんだけど、でも絶対に超えてみせる。すごい、かっこいいね。そう？照れるな。でも私なんてまだまだだよ。練習もまだまだ足りないし、相棒も見つかってないし。それでもやってみなくちゃ始まんないからさ。今は毎日路上で歌ってイベントにも出て腕磨いてるんだ。やってみなくちゃ始まらない。そっか、私も悩んでないで始めてみたらかもね。でも気が向いたらそういう風にやってみるのも悪くないんじゃない？ぶつ、思いが一緒なら。おい、アン、起きろ。アンがここで居眠りなんてそんなことないと思うけど。夢？うん、なんだか誰かと。ま、いっか。あれ、私、いつの間になんだか夢で素敵な子に会って、あんまり思い出も、何か新しいことが始まる気がする。